はい、どうもルルシでございます。今日はですね、パズドラをプレイしていきたいと思います。はい、で今ね、マガジンコラボが来てますね。皆さんガチャは引きましたか？はい、私はねちょっとまだ引いてないんですよ。なのでちょっと今ね、メリオダスが超絶アップ中なので、ちょっと今日引きたいと思います。はい、で魔法石37個なので、ちょっとねそんなたくさんは引けないんですけども、最大7回引いて、メリオダスを狙っていきたいと思います。超絶アップの効果やいかにって感じですね。はい、この7つの大罪、皆さんご存知ですか？まあ、多分ご存知の方多いと思うんですけども、見てない方、読んでない方、絶対読んでみてください。めちゃめちゃおすすめです。いやもう絵もね素晴らしいんですけども、ストーリーもいいし、キャラクターもいいし、もう私大好きですね。で私の推しキャラはフォックスシンのバンが好きです。はい、ぜひね、見てない方、読んでない方は見てみてください。では早速ちょっとメリオダスを狙って引いていきたいと思います。ぶっちゃけね、ガチャ運がね全体的に今かなりやばいんですよですね、全然ね良くない方のやばいですねではね、引いていきたいと思います。はい、では早速1回目引きたいと思います。いきます、お願いします。とりあえず金が出ましょう。金を出すところから、おっしょおっしょおっし、こいメリオダス。お、違うけどどうなんだ。エリザスキルは、3属性以上同時攻撃で攻撃力が2倍、火か木を6個以上つなげると攻撃力 3.5 倍。まあ、そんな悪くないんじゃないかな。うん、でスキルが一旦の間チーム内の火と木属性強化の覚醒数に応じて攻撃力上昇。あ、ちょっと特殊ですね。ちょっとどんどん引いていきましょう。超絶アップだよね、メリオダスが超絶アップなら私は信じて回しますよ。信じてるからね、信じてるよ、私は信じてるからね。いきます。あれ、これ金出やすいのかな、もしかしてもしかして金出やすい感じ。おお、あれ、これこの子、私この子、待って、漫画の名前がね、なんだっけ、この絵は見たことある、この絵は見たことある。だけど私は見たことない、読んだことないってことですよ。ルーシー、攻撃タイプの、フェアリーテイル？違うか、ごめんなさい、違ったらごめんなさい。攻撃タイプの攻撃力と、回復力が 1.5 倍、3属性以上同時攻撃で、攻撃力上昇、最大4倍。そこまですごい火力は出ないのかな。まあまあ、まあ可愛いから許すわ。そのおっぱいに免じて許してやる。よし。で、境目、いきます。はい。はあ、あと5回か。超絶アップ。メリオダス超絶アップ。アップ。アップ。やっぱこれ金出やすいのかもしれない。ぬか喜び？わあ、2体目のルーシーちゃんだ。これルーシーちゃんファンはすごい、これはウハウハしてるね、今頃ね。よし、これルーシー、なんでルーシーそんな2体も出してんだよってなってるの、きっとね。よし。あと4回。4回ですね。いきます。いきます。ちょっと違う、お、違うとこ来た。やっぱこれフェアリーテイルだ。夏が来たよ。私ね、フェアリーテイルはちょっと見てないんですよ。いやー、ちょっとそっちかそっちかいい。どうなんだろう、これスキルが一旦の間、闇属性吸収を無効にする。ランダムでヒドロップを5個。めちゃめちゃピンポイントなあれだ、スキルだね。なんか特殊だよ、これ。これさ、ちょっと、選んで使う感じだね、結構。で、リーダースキル、攻撃とドラゴンタイプの攻撃力と回復力が2倍、5コンボ以上でダメージを軽減。攻撃力 2.5 倍か。そこまで、ゴリゴリの火力は出ないんだね。なんか、めちゃめちゃ火力出そうな見た目なんだけど。でもまあ、いいでしょう。引きは悪くないぞ。ちょっと、これ3回で何が起こるか分かんないからね。いきますよ。引きは悪くない。めちゃめちゃ悪くない。
きます。せい。もしかしたら虹以外全部金だったりする？ちょっと、おーいえきたきたよっしゃよっしゃ、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、やばい、おーやばい、ちょっときたきた、嬉しい、超嬉しい、本当に超絶アップだよ、みんな、ちょっとびっくりだわ、私私びっくりだよ。あ、いいね、メルダス好きだよ。このさ、ちょっと小柄なんですよね、メルダスって。すごいなのにさ、なんかめちゃめちゃかっこいいんだよね、これ腕の筋肉たまらないね、いいね。スキルが、それがお前の罪だぜ、敵の攻撃を、2ターン遅らせる、お敵ん全ドロップを火、水、闇、回復ドロップ、サブとしても優秀なんじゃん、これ。ちょっとかなり、え、待って、火と水とか闇と回復ってことは、まああれだね、私最近あの闇アテナを、モンポで購入したんですけど、それのサブでもいけそうかな、ちょっと。で、回復のエリダスキルは回復の5個十字消しでダメージを半減、攻撃力4倍で、攻撃を受けると闇属性で超反撃。この超反撃超気になるけど、どうなんだろうでも使ってみたい。いやもうね、いやもうメリオダス もういいよ、もうメリオダス出てくれたから、とりあえずあと2回引けるけど、ここで、はい、引き際です、引き際でございます。はいはい、てなわけで今回ね5回マガジンコラボのガチャを引いていきましたが、5回目でねメリオダス来ましたね。しかもあの虹のね卵が2個なのでね、5個中2個ってめちゃめちゃいいんじゃないか、これは。うん、最近あの私パズドラはね、あんまあの課金はほぼしてないので、ちょっとあのこの課金をほぼしない状態でこのね確率でゲットできるってかなり嬉しいですね、これは嬉しい。ちょっとあの急ちょっと育てて、ちょっと試しにね使ってみたりしたいと思います。はい、いや嬉しいな、めっちゃ嬉しかった。はい、ちょっとねあのメリオダスをねゲットしたので、せっかくなのでちょっとね、あのちょっとまあお遊びじゃないんですけども、サブでねメリオダス入れてちょっと行ってみたいと思います。まあリーダーで行かないとあんまりね意味ないかなと思うんですけど、ちょっとねちょっと連れてきたい願望が強くなりました。はい、でちょっとさ気になったんだけど、私スサノオのさレベルさっきさ、96だったんですよ。で、あれだよ、あの、ドラゴン食べさせて、強化のね、なんか100、あの、レベルマックスにしたのに、なんでまた90、なんかまた96になってて、なんだろうこれ、バグかな？なんか、絶対、私絶対さっきあの、マックスにしたんですよ。100% しました。なのにまた96になってるっていう。どうしたんだろう、佐野さん調子悪いのかな調子悪い感じかな。でちょっとね試しに行ってみたいと思います。大丈夫かな、まあ一体潰しとまではいかないと思うので大丈夫かと思います。行きます。それより佐野が私超気になるんだけど、なんでだろう、何があった佐野に。ちょっと、スサノオに何があったのだろうか。せいせいせい、大丈夫かな。オッケー、バトル2。あ、ちょ、まあいいや、まあいいや。あ、いやまたやってる、ちょっと待って、私ねダメなんですよ、あのドロップめちゃくちゃ崩しまくる癖があって、やばいゼフ長です、パズルゼフ長です。あ、メリオダスが縛りプレイされてる、メリオダスめっちゃ縛りプレイ、ちょっとどうした、ちょっとしょっぱな、ちょっとどうしたってなってるんだけど、メリオダスが、しかもあれだよ、
ここにメタトロンの代わりに入れちゃったからしばらくメルガスで縛りプレイだよ。ちょっと我慢して、ちょっと我慢してて、もうちょっとあと2ターン我慢しててください。もうちょっと我慢しててね。すぐ溶けるからね、すぐ溶けるからもうちょっと我慢してね。はい、36。確かこの方はあんまり攻撃してこないから大丈夫だと思う。うん、やっぱなんかお邪魔をひたすら出してくる感じでも、いきなりバーンってくるかもしれないからそこまで油断はしないですが、カリお邪魔お邪魔、イエイ、水、オッケーオッケー、多分これでいけたでしょう。オッケーオッケー、あ、メリオダスがまだしっかりプレイされてる。ちょっと待って、もうちょっと我慢し、オッケーオッケーオッケー。そう、メルガスを連れてきた意味ってなるかもしれないんですけどね、まあそこはさ、連れてきたくなるじゃない、お供にさ、連れてきたくなるじゃない、やっぱり。せい、オッケーオッケー、これは大丈夫でしょう。100コンボじゃないや、100コンボしたら死ぬわ。そんな 100倍です、ごめんなさい、100倍です。コンボとかあるのかな。はい、これはどうしようかね、ちょっとどうしようかな。まあ次でちょっとあれですね、変換する感じでいきましょうか。ちょっととりあえず、はい、ピコーン来ました。これでユニアシャで変換して、これでいきましょう。なんか暗いな。すごい暗いな。せい。回復もしなきゃね。忘れてた。ああ、ちょっと。ああ、光をつなげすぎた。ちょっと分割した方がよかったら絶対。おお、でも100倍。大丈夫でしょう。100倍、もうユナちゃんの100倍すごいんだからね。 OK、 私のね、もう低パズルでも 低パズル力でもこう、ね、ユナちゃんがいれば全然大丈夫ですから。全然大丈夫ですから。 OK、 まあ試しにメリオダス連れてきましたが、ただ連れてっただけですね、ほんとね。すいません、ほんとすいません、なんか。はい、というわけで、ね、本日は、パズドラのマガジンコラボのガチャを、メリオダスが超絶アップ中にちょっと引いてみました。いや、超絶アップの効果はかなり感じましたよ。だって5回で出ましたからね、私は。はい、皆さんもね、こちらマガジンコラボのガチャ引いた方、ぜひね、結果を教えてください。で、もしよければメリオダスとかね、ナッツを使ったサブでも、リーダーでもね、どんな使い方できるよとかできれば教えていただけたら嬉しいでございます。はい、先ほどガチャの後にね、ダンジョンに行ったんですけども、あれはちょっと私のただの欲望です。ただただメリオダスを連れてきたいっていうね、まだ僕そんな準備できてないのにっていうのに無理やり連れてったからね。無理やり、もうお前来いっつって、お前来いっつって無理やり連れてったからね。メリオダスにとってはたまったもんじゃないよね。レベル5で連れてかれたからね。レベル5で引っ張っていかれたからね。いや、でもね、楽しかったでございます。はい、メルダスね、地球育ててちょっとリーダーで試しに使ったりしてみたいと思います。はい、ではね、本日も最後までご視聴ありがとうございます。次の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。